今回長期視点での経営方針についてパーパスを軸に語りました。吉田さんがかねてよりこのパーパスを一番重視する理由を教えてください。一言言うと、社員と企業文化が一番大切だというふうに思っているからです。社員の観点では、社員一人一人の人生においてソニーが情熱を傾ける対象になり得るかという問いになります。これは言い換えると、ソニーのパーパスに共感するかということです。パーパスというのは社会的存在意義で、人は誰でも何らかの形で、社会に貢献したいというふうに思っているからです。企業文化は経営における実行力の基盤となります。社員の情熱、そして共有し共同する企業文化が実行力となります。パーパスはその実行力、企業文化の基盤になります。ソニーで働く社員の情熱と企業文化が最も大切で、そのためにパーパスを重視されるということですね。その他、長期視点とパーパスについて加えたいことは、一つ付け加えると、今回の経営方針説明会はパーパスで経営方針を語れるかというチャレンジでもありました。言い換えると、社会的存在意義であるパーパスが現実の社会に属しているかということの検証プロセスだったとも言えると思います。現在エンターテインメントを動機としてソニーグループが直接つながる人が世界で約1億6000万人、これを吉田さんは10億人に広げたいと話していました。この10億人とつながることについての意味合いについて改めてお聞かせください。10億人とのつながりは、成長投資の領域における当社の DTC におけるビジョンというふうに位置づけています。自社の DTC の前に、上位概念はパーパスであるということをまずお話しておきたいと思います。世界を感動で満たすには、自社だけでできることは少なくて、やはり他の配信パートナーと協業していくことが重要です。世界で4000万人の人が見ていただいた劇場版鬼滅の刃、これが一つ良い例だと思います。こうした感動を届けることは、劇場という、パートナーがいなければできなかったというふうに考えます。音楽や映画もやはりデジタル配信パートナーの存在が非常に重要で、彼らとの関係を今後も大切にしていきたいというふうに思っています。したがって、DTC の10億人のビジョンというのは、垂直統合で全てをやるということではなくて、私が以前から使っているコミュニティオブインタレスト、これの発想でソニーとしてできることは自分でやっていこうという考え方になります。ソニーグループにはファニメーションという、アニメ DTC、 それから FGO というモバイルサービス、そしてソニーリブというインドの地域文化に根ざしたDTC サービスなど、多くのコミュニティオブインタレストがあります。まずパーパスという上位概念があって、このパーパスを満たすための DTC におけるビジョンが10億人、はい、ということですね。そういうことですね、はい、でこの10億人の DTC ビジョンにおいて、吉田さんが特に期待しているコミュニティは何ですか？10億人のビジョンにおいて最も期待しているのは、プレイステーションネットワークというコミュニティオブインタレストの中では最大のもの、これに期待しています。プレイステーションはソニーが直接ユーザーとつながるソニー最大のコミュニティになっています。ゲーム自体、それから PSN というサービス、そしてモバイルアプリというさまざまな領域で、ユーザー の, そのソーシャルでの体験を上げることでユーザー数を増やせると思いますし、またクロスプレイも含めたモバイルへのチャレンジなどでユーザー層が広がるんじゃないかというふうに期待しています。ユーザーとつながるコミュニティがプレイステーションネットワークですよね。ソニーがクリエイターとつながる取り組みもいろいろやっていると思いますが、こちらについてはいかがでしょうか？はい、SMEJ のソーシャルを利用したクリエイターとのつながりの活動、具体的に言うと、例えばSMEJ で言えば YOASOBI がいい例でしたし、 SME の、ソーシャルを活用した、創作活動、それから
SME のアーティストとより広くつながる活動には非常に期待しています。 SME には以前から The Orchard というサービスがありますけれども、最近買収した AWOL にも期待しています。説明会では連携強化という言葉が何度も出てきました。ソニーは以前から様々な多様な事業体で構成されていますが、その事業間の連携は以前よりも強くなっていることを私自身も実感しています。連携を強めるために吉田さんはどのようなことを意識されているのでしょうか？そうですね、意識してきたのはチーム、コーポレートアーキテクチャ、そしてパーパスになります。で、継続して行うことはやはりコミュニケーションだというふうに思っています。で、連携のためにやはり企業文化が大事になっていて、その基盤になるのが、パーパスであるというふうに考えています。この4月で新しいコーポレートアーキテクチャができて、全ての事業がこう並列でつながる形になりました。まあ、連携の体制が整ったというふうに言えると思います。ただ経営チームで共有しているのは、連携すること、グループで連携することはそれ自体が目的ではなくて、価値を作ること、クリエイターにとっての価値、そしてユーザーにとっての価値を作ることだということを常々、ね、共有しております。価値創造という目的のために連携を強化するということですね。そうですね、目的はあくまでも価値創造で、はい、連携は手段だということです。私が入社した頃のソニーはだいぶしばらくハードとソフトという切り口でのグループシナジーの考え方だったと思いますが、現在はどう見ていらっしゃいますか？もちろんハードとソフト、あるいはテクノロジーとエンターテインメント、これは非常に近い関係で、この連携はしっかり今後もやっていきたいと思います。ただ今グループ全体がフラットになったことで、一番価値を生み出せるところはどこだろうというふうに客観的に見れるようになってきたと思います。したがって例えば IP と IP、それから DTC と DTC、 特に例えば映画とゲームのシナジーでいうとアンチャーテッド、そういったものが生み出せるようになってきたかなというふうに思っています。ビジョン S は現在量産化の予定がない中で、なぜこの領域に取り組むのでしょうか？ソニーのどのようなテクノロジーでこのモビリティの領域に貢献していこうと考えていますか？ビジョン S はモビリティの進化への貢献に向けた探索領域として開発を続けています。ソニーはセンシング、あるいはイメージングというテクノロジーがあり、車の安全に貢献できる技術だと思っています。これを積極的に活用していきたいというふうに考えています。先日ドイツでボーダフォンと一緒に 5G をビジョン S に実装して、走行、それから通信の実験を行いました。それで我々がはっきり認識したことは、今後のモビリティの進化に、モバイルの技術が欠かせない、あるいは活かせるということが確認できました。モビリティが進化していくと、最終的には自動運転という形になっていくと思います。自動運転が進化していくと、新しい空間、エンターテインメント空間が作られるというふうに思っています。そこでは我々の例えば360リアリティオーディオですとか、プレイステーションのリモートプレイですとか、そういった技術も合わせて活かせるというふうに考えています。ボーダフォンとの走行試験は4月から開始したと発表されたものですよね。これは車載システムとクラウドが連携する 5G の部分でも、そのソニーがエクスペリアで培ってきたこう知見やノウハウが活かせるということですよね。はい、私が知る限り、車に 5G を実装してテスト走行をしてされるというのはあまり聞いておりません。なのでやはり先ほど申し上げたように、エクスペリアで培ってきた技術、アンテナ、 RF、通信の技術っていうのはやはり今後モビリティに活かせるというふうに思いますし、今後の車は必ずつながるんですね。はい、つながるということは、お客様が買っていただいた後に進化する車になります。そういった上でもやはり通信技術、それからクラウド技術は欠かせないというふうに思います。
今回の説明会では人、社会、地球への貢献について触れられていました。で、吉田さんが CEO に就任された当初から地球の中のソニーというメッセージを社内にも社外にも出されていたと思います。改めてこのサステナビリティの領域でソニーはどういった取り組みを目指してこういう貢献をしていくのでしょうか。私自身は地球というのは企業にとっての大切なステークホルダーだというふうに考えています。この大事なステークホルダーの環境負荷の低減に向けて企業として責任と貢献をしていくっていうのはとっても大切なことだというふうに考えています。責任を果たす上では今進めているロードトゥゼロ、それから RE100、 こういったことを着実に実行していくことが重要だと思います。貢献については分散型センシングや先ほども触れたモビリティへの貢献、こういったものがあると思います。それから拡張生態系に関連した環境技術に特化した事業を行うシネコ、この設立があります。共生農法自体が多様性によって環境を良くする、西アフリカでは砂漠を緑化したという実績があります。で、多様性によって価値を生み出すっていうのはある種ソニーが事業の多様性あるいは人の多様性によって価値を作っていこうってことと非常になんか近しい関係であると思いますので、共生の方、これには非常に期待をしております。未来を見据えて地球というステークホルダーに対してどういう責任を果たし、それからどういう貢献をしていくかというのがそれにとって大切なことだと思っております。